本当にこれを使うのか。何か問題でも？水の量はちょうどいいし、私もすっぽりと入るわ。実用性に対する追求は俺以上だな。そうだ、あと。え？ミス・カーラボナー、これは持っていかないの？ええ、いらないわ。ミスター・シャーマインの話は確かに正しい。これは私たちにとっての切り札。クマールからは距離を置いた方がいい。じゃあこれを持っていって。これはあなたの？私のペンデュラムよ。コレクション級の純度がとっても高い珍しい水晶なの。こんなにいいもの私だって何個も持ってないんだから。あなたが言っていた瞑想理論、水晶占いの理論根源と一部似てるって気づいたの。だから水晶があなたの磁場を平行にして意識の方向を導いてくれたらきっとうまくいくはず。あなた。驚かないで。天才にとっちゃ当たり前の反応スピードよ。ありがとう。どうやら水中で瞑想する行為を理解できないのは俺だけみたいだな。山陽は様々な姿を持ってるもんだ。そりゃアルカニストも千差万別ってな。ペンデュラムと十分な液体。あと必要なのはクマールを思うこと。初めて出会った場所。クマールはこの再会に相当思い出があったようね。瞑想者の領域にここまで再現するなんて。心の幻でしかない。どうやら
私の小さい頃の姿をよく覚えてたみたいね。近所の悪ガキに対抗する技を教えてもらったんだっけ。出てけ。なんか変な感覚。クマールからここにいろって言われたの？あなたがこの頃の記憶を守るように。あなたを倒さないと前には進めないみたいね。いいわ、過去の幻影と向き合いましょう。なんで来たの？早く出てって。12歳の私は小さくて痩せこけてるけど、拳には迷いがない。そうでしょう。でも、どうしてあなたが私を止めに来たの？答えなくていいわ。低すぎるコミュニケーション能力。今の私でさえ完全に直せてないもの。じゃあ、始めましょう。拳も力強くなった。想像通りね。それで、あなたたちは星のお墓を見つけられたの？私たち、一体誰のこと？クマール？また黙り込んだ。瞑想は心と話し合う過程だと分かっていたけど、こんなに荒々しいことになるとは思ってなかったわ。それから？やっぱり私ね。あなたは16歳の時、後ろに座ってたやんちゃな子にハサミで髪を切られた私。いってらっしゃい、カーラボナ。はあ、過去から現在、そして未来、あなたが執着、追求、対面しているのは何？変わらず答えのない質問をするのね。私が追求しているのは何であるべきだと思う？惑わさないで、クマール。天文学の道をあの日から諦めたことなんてない。前へ進もう。